宮尾隆弘です。経済教室の公共と協力というシリーズで、今日はいかに人を協力させるかという問題を考えています。人を協力させることは大変難しいんですが、これについてクラス実験をしてみます。まずですね、前回ご説明したような1回限りのこのじゃんけんゲームといったようなゲームをやってみます。このゲームもう一回説明しますと、この生徒に2人ずつのペアを作らせまして、じゃんけんをする。ただしこの場合、チョキは出してはいけないと、グーとパーしか出せませんよという条件で、じゃんけんをさせます。で、点数の配分はですね、このもしパーで勝ってたら3点、グーで負けたら0点という配分、これはまあ普通の配分ですね。で、一方引き分けの場合、グーで引き分けたらそれぞれ2点ずつ上げますよと。で、パーで引き分けたら1点ずつしか上げませんよと、こういう配点の方法を決めます。するとじゃんけんをした結果どうなるかというと、結論は両方ともパーを出して引き分ける可能性が高いということは説明した通りですね。これはどうしてかというとですね、これも前回出しましたが、簡単に説明しますと、この自分が相手とじゃんけんをすると、で、自分はこのじゃんけんでグーを出そうかな、パーを出そうかなと迷った時に、相手がグーを出したら自分はグーを出して引き分けて2点取るよりは、パーを出して勝って3点取った方が点数が多いから、自分はパーを出しますね。で、一方相手がパーを出す場合には、自分はグーを出しませんね、負けるから0点になってしまう。だから、パーを出してせいぜいパーで引き分けて1点取った方が0点よりいいので、パーを出す。どちらにせよ自分はパーを出す。相手も実は同じ状況でですね、どちらを出そうかなと思った時に、私がグーを出した場合にはグーで引き分けるよりはパーを出して勝った方が3点取れますね。だからパーを出す。私はパーを出した場合には相手はグーは出しませんね、0点負けてしまう。それよりはパーを出してパーで引き分けて1点取った方が0点よりはいいということで、相手もやっぱりパーを出します。ですからお互いにパワーを出すと1点ずつ分け合うという結果になります。これはしかしおかしな結果でですね、なぜならお互いに協力してグーを出し合えば2点ずつになりますから、この1点ずつよりは両方にとっていいわけです。それなのになぜですね、悪い回になるか、これは囚人のジレンマということですが、これがよく1回限りのじゃんけんでは起こりがちになります。で、今日のテーマ、どうしたら人の協力者になるかということですから、この1回限りのじゃんけんをですね、何回か繰り返します。で、1回限りのゲームでは人々は協力しない傾向があります。囚人のジレンマが起こりますね。しかしこの同じゲームを繰り返したらどうなるでしょうか。この繰り返しのゲームで協力する態度が出てくるんでしょうか。このじゃんけんゲームでお互いにグーを出して2点ずつ取ろうという動きが出てくるのか、これをですね、クラス実験でやってみます。で、私も何回かこれをやりました。例えば20人いるクラスですとですね、2人ずつのペアを作ると20ペア20組できるんですね。で、これをやらせますと、いろいろなペアによって結論が、いろんなパターンが出てきます。で、その中で一番面白いパターンなどを一つだけご紹介しますと、こういう結果がありました。これは生徒 A と生徒 B がペアを組んでですね、10回このじゃんけんを繰り返した結果がここに記されています。で、この最初はグーで2点ずつ、2回目もグーで2点ずつと協力してますね。ところが3回目からこの生徒 A がですね、相手 B がグーを出すことに乗じてパーを出してこう勝ってますね、2回ほど。で、しかしその後すぐグーに戻って3回いかにも協力的な態度をとってですね、相手を安心させていますかね、グーを続けなさいというシグナルを送ってますね。しかしもう最後の方はですね、また生徒 A はこう裏切ってパーを出して3回続けて勝ってですね、勝ち逃げしているということが起こっているケース、大変面白いケースですね。で、したがってこの生徒 A は合計25点も取ってですね、クラスで一番高い点になるだったという、これはこういうことが起こったんですが、
これを見ますと、まあ、先ほど言いましたようにこう生徒はなかなか抜け目ないですね。時々こう裏切っていい点を取って、まあ、ただ乗りすると言いますかね、点を取るんだけど、すぐまた協力的なものに戻ってですね、協力的なふりをする。しかし最後はこの勝ち逃げするというパターン。この勝ち逃げパターンはですね、そろそろこの弱点が終わりそうだなという時にいろんなペアで多く見られる現象です。でここから結論として言えるのはですね、この今回のペアを組ませてずっとじゃんけんをさせるというようなですね、この、まあ、一種の安定した長期的な関係の下でのゲームでは協力するという態度が見られます。まあ、今回も10回に5回はですね、このペアは協力的な会がグーを出し合いました。まあこの安定した長期的関係、例えばその伝統的な村社会共同体みたいなところ、それからそのいわゆる日本的な経営と言われている企業ですね、終身雇用があったりする、そういう場合には協力的な態度が見られて言われています。ただしその中でも、まあ、協力するということの前提を、まあ、利用してですね、時々抜け目なくただ乗りしたりですね、出し抜いたりしているその人が、まあ、得をするという、そういう、まあ結果が出てます。で一方ですね、この田舎よりは都会、まあ、日本的会社よりは欧米的な会社の組織での場合、この比較的変化する短期的な関係が主流ですので、どうしても協力しないと非協力な態度が見られるわけですね。でこの場合、先ほど の勝ち逃げとかですね、それから囚人のジレンマというのが起こりがちだという結果になります。まあ、このようにですね、非常に現実的な社会行動、社会現象が、まあ、クラスの単純なですね、まあ、じゃんけんゲームのような、ものを繰り返すことによってある程度再現できるということは、まあ、大変興味深いことで、大いにクラスのこう討論の材料になります。そういうことでぜひですね、この実験をやっていただきたいと思います。